上205シリーズ ARJ。 第7戦オリンパスラリーを終え、メイクスタイトルのかけられていない第8戦ニュージーランド、そして第9戦のアルゼンチンと消化した WRC は、ここフィンランドの森林地帯で戦われる1000個ラリーで急激に盛り上がった。それはこのところランチャー以外にまるで勝ち目のなかったこのラリー選手権にやっと手強いライバルが現れたからである。その代表格はツールドコルスアクロポリスにその姿を現したセリカ GT4。 この1000個にはユハカンクネン、ケネス・エリクソンという強力なドライバーを引き連れてやってきていた。またマツダも熟成されてきた323ターボをミッコラとサロネンに、BMW は M3 をバタネンに託し、フォードはブロンクビストのほか若手のオリオール、セインにワークスシエラを与えていた。ラリー初日、それは予想通りというべきか、ランチャー対トヨタ、つまりデルタインテグラーレ対セリカ GT4 という 4WD 同士の戦いで始まった。 SS1 はアレンのインテグラーレが1番時計を叩き出したものの、カンクネンのセリカとはその差3秒。この2台をインテグラーレのエリクソン、323ターボのサロネンが追うという混戦模様となった。今回ドライバーズポイントでトップを行くリアシオンはお休み、ランキング2位につけるフィオリオはトティップカラーのインテグラーレをスピンさせ1分以上タイムロスしていたから、ランチャーも余裕のある状況ではなかった。初日の第1レグ、アレンとカンクネンの激しいバトルは続き、 SS2 ではカンクネンが、 SS3 ではアレンが最速タイムを記録。セリカとデルタの争いは12カ所の SS 中お互いに6本ずつの1番時計を獲得してこの日を終えた。その結果カンクネンはアレンに19秒の差をつけていた。しかしカンクネンのセリカは SS4 あたりからミッションにトラブルを抱え始めており、途中それを交換するというハンディを負っていた。だがそれもランチャーのタイヤチョイスミスにより救われることとなった。そしてラリー2日目、早朝6時半のスタートを待たずしてスンドストロームが乗るマツダ323は SS12 でのエンジントラブルが大きくスタートできず、 BMW M3 に乗るアリバタネンは始まったばかりの第2ステージで立ち木に激突、ドライビングのミスじゃないよとリタイアしてしまった。またマツダワークスのミッコラはサスペンションにトラブルを抱え、サロネンもターボにトラブルと、マツダ勢はまたもや苦戦を強いられていた。一方ラリーリーダーを務めるカンクネンのセリカはアレンのインテグラーレに詰め寄られ徐々に遅れ始める。しかもエリクソンのセリカもジャンプ後の着地でギアボックスのインプットシャフトを壊してリタイアしてしまっていたから、トヨタはカンクネン1台で頑張るしかなくなっていたのである。だがそのカンクネンもギアボックスのトラブルで遅れ、 SS17 ではついにトップの座をアレンに明け渡してしまう。今回の1000個ラリーにおけるセリカの致命傷となりそうなギアボックスの不調からトップの座をアレンに譲ったカンクネンだが、セリカをドライビングする彼は絶好調。一時は12秒の差をアレンにつけられたが、激しいドライビングでその差を5秒にまで縮めてきた。そしてこの日再びギアボックスを交換したカンクネンはまたもアレンを抜き去りトップに浮上、2日目をアレンに3秒ほどの差をつけて終えたのである。そして3日目、昨夜から降り始めた雨のためコースは泥と化し、二輪駆動勢にとってはもはやなすすべもなくなってしまった。そんな中で派手なドリフト走行を見せていたのはやはり四駆勢、カンクネンのセリカとアレンのインテグラーレは数秒差でトップ争いを繰り広げていた。しかしついに SS34 でカンクネンがストップ、ギアボックスを酷使した挙句のエンジントラブル、これでアレンはもう安泰、ゴールに向けてインテグラーレを走らせた。
そして結果はデルタインテグラーレに乗るマルクアレンが優勝。アレンはこれで先行ラリー6勝目を飾るとともに、ハンヌ・ミックロの持つ WRC 最多勝利18勝に並んだのである。